こんにちは。これぐらい時差が。手挙げて。手挙げて。もう一回挙げて。あ、これぐらいの時差があるって感じですね。少しずれがありますでしょ。うん、全然ずれない。大丈夫。大丈夫。はい。改めましてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。近況確認チャリティーインタビューリレー、シェフバージョン第一人目は、私からご紹介させていただきますと、神田さんはですね、ミシュランジャパンができてから、初年度から連続して、13年。星を13年。はい。はい。今年ミシュラン多分ないけどね。ないですね。ないですね。だ、和食で唯一水を取り続けていらっしゃるという、まあ言ってみれば世界で、日本でではなくて世界で一番の和食シェフということで。イそんなことしてる ようには見えないけど、すごい方なんですけれども、ご縁があって、私、永井美奈子が今日はインタビューをさせていただきますけれども、このような状況の中において、もう本当に一番最初に休業っていうのを4月1日に打ち出しましたよね。はい。それから早まあ、どう、1ヶ月で一応再開しました。はい。今日そのご報告を時点では拝見いたしどうまなしるかた。分からなかったんです。でもそのおかげで、神田という、ところ、店から、コロナを発生させることもなく、そして従業員の人たちも100%全員元気で再開そうですね。ですよね。はい。いや、もういつやそるうです。かってすごく悩みませんでしたか？いや、もう悩みました。売り上げは1ヶ月休むってことは、もう売り上げゼロっていうことですから、まずゼロ。固定費は普通に、もちろん従業員さんの給料も100%保証したので、でもまあ、みんながいてくれたらね、でも自分も元気だったら、また始められるけど、ここで誰かが仕事に来たせいで、どうにかなっちゃったら、僕そんな責任もちろん取れないし、一生後悔残るし、まあそんないろんなことを考えて休みました。毎日多摩川歩いたり 自転車でサイクリングしたりで、夕方になったら、家族のためにご飯作ってっていう、いろいろやっなてからなっしゃいましかたよね。人生の夏休み。何？ DIY やったり、なんかグランバンを毎晩飲み出したり、いろんなことしてらっしゃいましたよ。一つすごい面白いこと気づいたんですけど、僕普段はブルゴーニュ派なんです。おお。で、シャンパン飲んでブルゴーニュ飲みたい人なんですけど、そうでしたよね。でもなんかこの期間、精神的苦痛、まあその精神的苦痛って、まあ精神的疲労がなくて、ただ単純に走ったり歩いたり、肉体的疲労だけだった。そうなるとね、なんか、シャンパンよりもビールだし、あとブルゴーニュよりボルドーが美味しかった。ちょっと声がこもっちゃったかな、途中で。小さいですか？声がね、こも、あ、もう一回喋ってもらっていいですか？ブルゴーニュよりもボルドーの方が美味しい。れ、なんかおかしいね。どっか、声のとこ。今 OK なんですけど、今 OK ですか？今 OK になりました。はい。それは一番最初はこれですね。エシス。あ、それはスタッフと一緒にの。あ、それは、それはスタッフと一緒にの。ワイングランバンワイン勉強会の一本目です。そうです こういうことになって、それは、自宅で、息お子勉と強か、会ね。運動でね。で、これ3本目。あ、そういうの晒しちゃうんだね。いや、だってこなれんもだっか、て、若いボルドーって飲むことなかったんで、飲んでみようと思って。やっぱり
ボルドーってしっかりしてるからこっちの体力も必要なんです。そうですね、それもあるかもしれない。体力も必要だし、なんかこう内的エネルギーが必要なんですね。だから若い時にボルドーが好きで、だんだん年を重ねるとブルゴーニュが好きになるっていうのは、なる自分の感覚が繊細になってきたんだってずっと思ってたんですけど、うん、そうじゃなくて自分の内的パワーが落ちてたんだその話、あとやっぱり太陽の光浴びると、太陽の光浴びて遊んだ後は、うん、ブルゴーニュなんか美味しくない。だからハワイでブルゴーニュ飲む気にならないじゃん。あ、なるほどね。沖縄とか、沖縄とかハワイに行くとブルゴーニュ欲しくないでしょ。だからアメリカワインでいいやとか、なんか泡盛でいいやとか。じゃあ多摩川を毎日走ってかで体が元気になって、こういうのまで飲めるようになった。そういう感じですよね何その証拠写真を絶対。いやいや、一応いや、でもね、これ面白いんですけど、やっぱりまあ家族で娘とかかみさんとか息子とかとみんなで飲むと、やっぱりみんな好みが違うんですよ。あ、自分がすごい美味しいと思ったやつに無反応だったりとか、ちょっといまいちだなと思うやつにすごい反応してたりとかして、やっぱりワインって世代とか体によってみんな違うんだなと思って、うん、本当に体調によってね、欲しいワインが変わるんですよね。はいはいはい。まあ料理もしかりなんですけど、まあ、今回家でいろんな料理作りましたけど、この1ヶ月間で、はい、他の従業員の方たちっていうのは何をなさってたの？事業の方たちとは1週間に1回ぐらいミーティングしてました、店で。あ、そうなんですね。うん、あまり遠い人は呼ばずに近い人だけでミーティングして、はい、まあどうしていこうか、こうしていこうかみたいな話を しながら、それでまあちょっとご飯一緒に食べたり、軽くね、ワイン飲んだりして、コミュニケーションしながら、1週間に1回コミュニケーションしながら、つないできましたね、この1ヶ月間はね。なんか随分修理もなさったみたいで。そう。いや、なんか、壁塗り直して、ニス塗ったりとか、害虫駆除やったりとか、普段できないことをやってましたね。だってリスとか塗り直すと3日ぐらい臭いじゃん。ああ、そう。普段できないことを。普段できないことはやりました。うん、そういう意味では、まあ、心も店もリニューアルみたいな感じはありましたね。従業員の方たちは、この1ヶ月休業している間に、まあ、お店によってはデリバリーをやったり、あとは、はい、営業し続ける人がいたりして、従業員たちはそういう中にあって、神田これでいいのかなって焦ったりとか、そういう声なかったんですか？もちろんデリバリーも最初実は2日ぐらい2日3日やったんですよ。うーん、4月の最初でも結局そのためにスタッフが出勤してこなきゃいけない、あとはそのお客様も取りに来るし、だからこれだったら店やってんのと一緒かなってちょっと思っちゃって、とりあえず時点で緊急事態宣言というものが出た時点で、そこから5000人、1万人、2万人っていう、例えば死者になる、ニューヨークみたいになる可能性もあったわけなので、一応そこでも全部止めようということにしたんですね。ただまあ結果的には1ヶ月で死者の方もまあ500人少ないっていう言い方は失礼ですけども、比較的まあパンデミックを抑えられたように思いますし、あとはもう感染しない予防策をスタッフのみんなにも慣れて、どういうふうにすればいいのか、どういうふうに気をつければいいのかっていうことも、もうこの1ヶ月間学習したんで、これから自己責任だよって、まあ、冷たい言い方かもしれないですけども、まあ、何しても、ね、スーパーに行くのも、電車乗るのも、家で友達と会うのも、全部もう自己責任なんで、ここからはもう自己責任に行こうっていうことで、まあ、5月の1日から少しずつ再開しました。その4月の1日の時の決断っていうのは、もう誰よりもスピード感が
あったなって思うんで、いろいろ聞きたかったんですけど、神田さんの場合、やっぱり、フランスにずっと修行していらしたっていうこともあるし、数ヶ月をナパでね、建造エステートのところに行ってたっていう、いろんなこう世界的にこう活躍をしていらしたから、その例えばフランスの現状とかニューヨークの惨状みたいなものがやっぱ情報として入ってくるときに、自分のこの神田さんの感覚っていうのはただのっていうか、失礼かもしれないけど、シェフ一人として考えたのではなくて、やっぱ社会的に見識のあるプロとしての判断っていうのがすごく早かったんじゃないのかなとも思うんですけど、どうでしょう。まあやっぱりその、まあ偉そうに言うわけじゃなくて、やっぱりその、まあ、三つ星とかいうふうにこの名前が出てる以上は、やっぱりある程度、やっぱりその、公的な判断を自分の店に、公的な判断感覚っていうものを持っていなきゃいけないな、とは思ってますし、特に外国人のお客様が多かったっていう現状もあるし、あとはやっぱり港区っていう非常にその、国際的な場所でもあるし、まあ、中国人の方もその寸前まで多かったわけですから、もちろんうちは3月の中旬ぐらいから、外国の方は、実は全部お断りしてたんですけども、またぜひということで、はい。まあでもやっぱり、不完全な状況で、事故を起こしたくないな。うちでもし誰かが起きたら、まあ、ニュースになっちゃうじゃないですか。日本の三つ星レストランで感染発覚っていう。これやっぱり普通の飲食店よりもインパクト大きいニュースになっちゃうんで、そういうことはやっぱり避けたいなっていう思いがあります。そういう意味でも、この5月1日っていうか、まあ明日以降の神田の動向っていうのは、はい、多分いろんなシェフの人たちが参考にするだろうし、それに習おう、学ぼうっていうふうに思ってらっしゃると思うんですね。で、今これからは自己責任だっていうふうにおっしゃられてましたけれども、今後自分はこういう方針でやっていくみたいなことがあるとしたら教えてもらえますか。そうですね。まず考える限りの予防策、まあ、例えばこのアンチウイルスの、まあ、イオンのバリアであるとか、こういうの、まあ、もちろんいろんなそうですね、いろんなことを、まあ、できる限り、できる範囲で、例えば今もちょっとお客席間、今2メートル空けてますけど、でもまあ、その間もちょっとシールドつけていこうかとか、どうしようか、毎日みんなで試行錯誤しながら、まあ、安全に、で、僕自身は、1週間に1回抗体検査を受けることにしました。で、そうなんですね。はい。5月1日にも、はい、始める前にも、正式に始める前にも、自分自身は抗体検査を受けに行って、現在も過去もかかってないマイナス状態っていうのを一応確認してからのスタートです。なるほど。ホームページというか、Facebook とか拝見したら、カウンターに2組。そうですね。今はカウンター2組、個室1組。っていうので始められる。そうですね。もうそれだけ商売させていただければ、利益はなくともみんなと一緒に続けていけることができるので、とりあえず今それだけできれば十分じゃないですか。別に今から儲けて別荘を買おうとかヨット買おうとか思ってないわけですから買って買ってカウンター越しに神田さんはマスクはしますかしませんか。僕だけしてないんですよ。なぜかというと、僕はいろんな味見しなきゃいけない。それからお客様ともちょっと話しなきゃいけない。ワインとか料理の味見もする係なので、他のスタッフは全員マスクしてるんですけど、僕だけマスクできないんですよ。だから抗体検査。なので、抗体検査の注意検査を週1するっていうことですね。なるほど。1ヶ月の間に思いついたメニューで、これはちょっと出しとこう、5月メニューを1個だけ教えてもらえないですか。今までになかったけど、この1ヶ月で考えたの。結局、やっぱりいろんな先生に聞くと、ビタミン D だって言われるわけですよね。そうなんですってね。ビタミン D がとても大切だって。うちの家族はビタミン D 欠乏症の家族なんです
え、なんで？なんでかよくわかんない。まあ、僕以外はみんな太陽がそんなに好きじゃないっていうのと、ビタミン D って太陽じゃないですか。うんうん、あとは、キクラゲ。キクラゲ？キクラゲにビタミン D がすごく多いって言われて、そうなんだ。それでもうほぼ毎日キクラゲ食べてました。僕大好きなの。あの、乾燥キクラゲですか？それとも生もたまに売ってますけど。乾燥のキクラゲを戻してもいいし、生のキクラゲでもいいんです。すいません。キクラゲを、で、僕はあの、今お客さんにもキクラゲ出してます。家庭でできるキクラゲ料理を一品教えてください。ああ、僕はね、タケノコ炊くじゃないですか。はいはい、タケノコね。タケノコをお出汁と、まあ、お醤油とみりんでもいいし、お塩とみりん。これはもう塩味が好きか、お醤油味が好きかでいいと思うんですけども。はい。で、炊いたら、炊いた最後にキクラゲちょっと入れとくんです。お出汁の中に。で、キクラゲは炊きすぎると、ちょっと風味がなくなるんで、はいはい、まあ、つけとく。ちょっと軽く大体つけとくぐらい。それを出して、で、温めるだけでももちろん美味しいんですけども、うん、ちょっとなんかワインのつまみとかおかずにしたいんだったら、この片栗、このごめんなさい、このタケノコと、キクラゲに片栗粉ちょっとまぶして、振って、パパッと振って、それでごま油で炒めるんですよ。おー。それで炒めて、ちょっとキクラゲって炒めると独特のシャキッて歯触りができるから、はいはい、ふっくりなります。そこに、そう。で、片栗粉を振ると、キクラゲの旨味が増すんで、そこに、煮汁をちょっとジャーッとかける。最後、ジャーッとかけると、その片栗に煮汁がぎゅーっとくっついて、まとわりつくんで、タケノコとキクラゲの油炒め。いいですね。で、これ木の芽とかあれば最高です。最高ですね。まあ、お客さんにも出してるけどすごい好評ですよ。いいですね。すいません、それでですね、それは家でやるとして、いつか神田さんのお店にも行くとしてですね、このリレーをどなたかに渡したいんです。あと、うんうん、はい、っていうのは、はい、これただこう雑談でやっているわけではなくてですね、これを、配信することによって、コロナウイルスのワクチンの開発を、素晴らしい、はい、ということで、途中で何度かコマーシャルみたいなのが入ってるんですけれども、それは絆さんに入るのではなくて、ピースウェイジャパンというところに全く寄付をさせていただきたいと思ってます。はい。ですので、なるべく多くの方たちにシェフのバトンをつないでいっていただいて、皆さんに楽しんでいただいて、広告収入をコロナウイルスのワクチンの開発に使っていただきたいと思っておりますので。あ、それは僕が次の人にインタビューするの、美奈子さんがするの、神田さんお願い。なんか美奈子さんがした方がみんな喜ぶんじゃない。いや僕がインタビューするよりも美奈子さんがずっと全部インタビューしたら、それはでも それはそうだっていうのはね、これ一応近況報告なんで、神田さんがどなたかに渡して元気ですかっていうのが大事みたいなんですよ。元気ですか。なんでどなたかにバトンを渡していただけ、わかりました。最近こういうの多いですよね、バトン渡すばっかりがね。なんかもうバトン、私のとこもこんなたくさん溜まってるんですけども、でも神田さんにもおにぎりバトンしていただいてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。なので、ちょっとこのシェフバトンをどなたかにお願いできないでしょうか。はい。ちょっと今考えてるのは、はい、やっぱりまあ、こういうのはやっぱり日本全国でやりたいじゃないですか。ね、東京だけというんじゃなくて。でも、京都も今大変だと思うので、そうですよ、京都の僕の兄貴分、うん、吉兆の徳岡邦夫さんに、全然事前承諾を得ておりませんが、承諾を得てない、思ってます。得てないけど、もしかしたら、
もしかしたら振られるかもしれないけど、でも、ね、とりあえず関西の方にちょっと聞きたいですよね。関西どうなの、大丈夫、いや、そう、旅できてないから。嵐山がね、今、本当に何お客さんが全然いない状況だっていうことですね。そりゃそうですよ。一時期はね、嵐山今空いてますっていうポスター作ったくらい、あの平和な時代もね、時期もあったみたいですけど、本当今、どなたもお客さんいらっしゃらないってことなんで、本当に特別できたらよろしい。関西の球場をちょっと訴えていただきましょう、国尾先生に。はい、ぜひ徳岡さんにではバトンを、渡せればいいなと思っております。でもし徳岡さんがここでノーって言ったら、この、チャレンジは終わりです。大丈夫大丈夫、あのこのビデオを送りつけて、あのお願いって言うからぜひよろしくお願いいたします。はい、神田さんどうもありがとうございました。では、あの、どうぞ神田さん健康に気をつけて。はい、神田さんも皆さんもあのどうぞどうぞお元気で、そしてあの素晴らしいあの日本の食文化をこれからも伝えていっていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。